武田塾中森の参考書だけで合格点を取る方法。はい、それでは今回は宇都宮大学の数学の勉強について話していきたいと思います。数学ですが、文系数学と理系数学、まあ、1位2位までと3まで、で分かれておりますが、1位2位までの場合は90分で大問4題、そして、数3まで、あるところは120分で大問5題という、形式となっています。で、まあ、出てる傾向としては割と、まあ、確率やベクトル、数列、微積などがですね、まあ、よく出やすい典型的なところが割と特に1位2位は、よく出ております。まあ、数3に関してはそれに、加えて、まあ、極限だったり式と曲線だったり、ですね、まあ、要はグラフ関連の問題結構、よく出てくるような形と、なっております。で、問題の難易度、ですが、まあ、本当に、大問一個一個、がですね、まあ、よく見る典型問題で、まあ、できているような構成になっておりますので、まあ、本当に参考書としては日大レベル程度の参考書を、しっかりこなしていれば、まあ、大体の学部は十分合格点が取れるであろうと。ただ点数稼ぎたい場合には余裕があればマーチの入門、ぐらいの参考書までやっておいた方がいいかなと。メインでやっておく教材としてはどちらかというとですね、日大の発展出てくる入試筆記、いろは、などのように、まあ、大問形式になっている、問題集は入試の、まあ、標準的な典型パターンを集めた、問題集をしっかり、やっておく形が、まあ、いいかなとは思います。でやはりその記述で、回答しなければいけないので、記述論述の練習をしっかりしておくことが、重要になってくるとは思います。でまあ、問題一個一個が、まあ、誘導がされやすい形式になっているというか、まあ、最初は簡単でだんだん難しくなっているという、まあ、非常に、やりやすい形式にはなっておりますので、まあ、基本的なところで取りこぼして全部を取りこぼすことがないように、そこはですね、完成度をしっかり上げてやれるように心がけていきましょう。以上が、数学の勉強となります。